大学へゴムグループプレゼンツあなたのあなたのあなたの夢は何ですか？大阪からこんばんは。浜谷健二です。この番組は人生で大きな夢を追いかけている夢追い人を紹介しています。今日の夢追い人はこの方です。はじめまして。大阪エコ動物海洋専門学校。 動物高度医療科、動物看護福祉＆理学療法専攻の中野しずくです。よろしくお願いします。お願いします。中野しずくさん、お年と出身はどちらですか。はい、出身地が奈良県奈良市で20歳です。うん、20歳で、あはい、これ今何年生なんですか。はい、3年生の学校でして、<あ>今3年生です。今3年生で、来年の春卒業という感じで。はいはい 来年の3月で卒業でなんかすでに内定をもらってらっしゃるとはい内定をいただきましたらこどちらに、えっと、奈,良奈良市にある奈良動物医療センターという病院に内定をいただきました、うん、んその医療センターで何、あのー、ていう役職で働くのと愛顔動物看護師という役職で働くは まああのー、人間と動物が違うだけで、えー、看護師さんってことですよね。はい。あの病気になったワンちゃん <laughs> 猫ちゃん。はいこれ。内定もらうのは大変じゃなかったですか。いろいろ努力しましたか。はい。努力したことは結構あります。うんうんうん。はい、何何例えば。例えばいろいろ病院さんを見させていただいたんですけれども、うんうん、この奈良動物医療センターさんはすごく動ける。 うん、周りを見て行動できる方がたくさんいらっしゃったので、うん、その方たちの足を引っ張ったりしないように、うん、できるだけ自分から何かすることありますか、うん、とか、うん、これしましょうかっていう提案させていただいて、うん、この子子子はけけるるややななと <laughs> <ー>と動評価してもらって評価してもらおうと努力しましたなあこなんかあ愛玩動物看護師というのは国家資格だそうで。はい これ国家資格っていうのはもう取られたんですか。国家資格はまだ取っていなくて。あこれいつなの?。二 <laughs> 月十八日に試験があるので。ああ、二千二十四年の二月にある。はい。これのために、今、じゃ、勉強してるって感じ。ななのか絶賛、はい、勉強中です。あ、これ結構厳しいもんなの?。そうですね。狭き結構、知識、狭きもん、知識量が問われる。試験なので、暗記がとにかく、大変です。 ねえ頑張ってくださいあ中野さんが動物看護師を目指す、えー、きっかけこれを教えてください、はい、私は小学校4年生の頃から、うん、猫を飼っているんですけれども、うん、その際に病院を行かせていただいたりしてうん、うん、より動物に多く触れ合ってられる仕事は何かなと考えた時に、うん、動物看護師さんはやっぱり入院の管理もするし、うん、飼い主さんへのアドバイスもするので。うんうん これでも動物看護師さんというのは猫以外もあの受け入れるでしょう。はい。猫以外の動物も大丈夫なんですか。はい、大丈夫です。大丈夫。ああ、これね、えー、この仕事動物看護師目指す目指したいなと思ったのはおいくつぐらいなんですか。はい、えっ、ー、と中学校三年生の時に進路を決めないと高校の進路を決める際に。えー 明確にではなかったんですけど、はいはい、将来的にどういう職業に就きたいかを考えて、高校も考えました。えー、まあ、ちっちゃい頃から猫飼ってって、病院とか連れて行ったから、<っ>動物看護師さんっていうのが、そういう職業あるっていうのは知ってたのはい、知ってました。なるほどね。あの連れて行くたんびに、あなんかこの人たちの職業いいなとか憧れて てるってところがあったんですかはい、はい、ありましたああなるほどはいはいこれ将来動物関係のねお仕事したいと言った時の親御さんの反応はいかがでしたかはい、はい、もう大歓迎で自分がしたいことを本当、うん、はい、はい、じゃあもう親御さんもこう動物好きではいさあそんな中野さんが通っている大阪エコ動物海洋専門学校コー動物医療科、はい、動物看護福祉＆医学療法専攻についてもう少しお話を伺いましょう。 えー、高度動物医療科これはどんな勉強をするんですか、はいはい、一般的な看護師さんの業務の、うん、その勉強に合わプラスで高度動物医療科なので、はい、動物医療も最近は高度化が行動的になってきてるのでうん、うん、よりその専門的な知識を勉強していますうん、うん、あこれすごいね。これ動物看護福祉医学療法 こうなんかいろいろこう名前ついてますけど、勉強すること多そうですね。はい、そうですね。結構多くなってます、えー。そもそもこの学校入ろうと思った最大の理由は何でしょうか。えっと、最大の理由は、うん、オープンキャンパスに行かせていただいた際に。はいはいうん その学生さんが案内をしてくれたんですけれども、うん、その学生さんがすごいキラキラしていて自分の夢にまっすぐ進んでるんだなっていうのをすごく感じ取れて私もそんな先輩とと一緒に学びたたいと思い思ましたなるほど先輩輝いてたらちょっといい自分もこうなりたいとかね、はい、なりますもんねん。さあもうなんか来年の3月で卒業ですか、はい、お3年間4年間3年間か、はい、どんな思い出がありましたか <laughs> イベントとか行事とかにも力を入れてる学校だったので結構イベントにも思い出がありますし授業の中でも先生がすごく質問を聞いて答えてくれたり相談にもたくさん乗ってくれるので。 安心して相談することができました。イベントっていうのはなんかどんなのありました？はい、えっと学園祭とスポーツフェスタが主にあるんですけど、スポーツフェスタではそのみんなコスプレをしないといけないっていう決まりがあるのでうん、うん、つい最近もその働く細胞っていう、はあ、そのアニメのコスプレをしました。ああいいですね。なんか楽しそうだね。楽しかったです。 恩師の先生とか記憶に残ってる授業とかそういうのを教えてください記憶に残ってる授業が外科実習という授業ではい私自身外科手術にすごく興味があるので外科っていうのはやっぱメスとか入れるってことそうですねどんな授業やはあ実際のワンちゃんではい それ学生さんがメス持ってやるのえっと執刀するのは獣医師の先生なんですけれども、うん、その外回りを担当させていただいて、うん、そのお手伝いをするんだ、はい、間近で見て麻酔の記録であったりをあーなるほどはい、してますい,それいきなり大丈夫だった抵抗なかったいや、すごく緊張しましたねえ、はい、もう生き物のまな ワンちゃんとか猫ちゃん慣れてるかもしれないけど、はい、メス入る瞬間というのはこれ結構抵抗あるんじゃない、はい、麻酔もかかっているので、うん、自分の行動一つで、うん、そのワンちゃん猫ちゃんの命に関わると考えると、うんはい、ういやかわいいだけじゃないねやっぱねこの仕事ね、はい、あのちょっと命の重みちょっと感じる瞬間あるよね。 えー、奈良動物医療センターで内定が決まってらっしゃるということで国家資格を取ってあの初めて入れるって感じなのそれとも国家資格はえっと国家資格を取るより前に内定をいただいてるのでいいて、うん、詳しいことはちょっとどうなるかはわからないんですけれども<ー>国家資格を持つ愛玩動物看護師。 として雇ってもらったんで、そうだよね。はい、何が何でも突破しなきゃいけてない状況だよでも。そうだよね。は,い、はい。これ国家資格に、えー、取るために今絶賛勉強中っていうことでね、先ほども暗記が結構多いとか言ってましたけれども、はい、大丈夫ですか？壁にはぶつかってないですか？今。えっと今は何が何だかわからない状況なので、もうすでに壁にぶち当たってるんですけれども。うん 一個一個先生がその国家資格対策の授業をしてくれているので、はい、過去問を解いて自分が何が苦手なのか今見つけているところです。ああ筆記だけなの？筆記だけです。国家資格はね、はい、筆記だけでということで、はい。同じように動物関係のお仕事を目指している後輩たちたくさんいらっしゃると思います。<laughs> ぜひ中野さんの口からアドバイスをお願いします。はい、動物看護師は奥が深くてとてもやりがいがある仕事です。 えっと、奥が深いからこそ悩んだり、えっと迷うこともあると思いますが、ぜひ夢に向かって私と一緒に頑張っていきましょう。うん、うん、非常にこう、可愛いだけじゃないね。はい。うん、これ命を預かってるっていう仕事なんでね、やりがいもあると思いますんで、はい。ええー、いいアドバイスだったと思います。うん、はい。そして中野さんには、これからもっと大きな夢あるのでしょうか。聞いてみましょう。中野しずくさん。 あなたの夢は何ですか？信頼される動物看護師になることです。うん、なるほど。信頼される動物看護師。例えば、具体的にはどんなことを？獣医師さんだけでなく、飼い主さんからも安心して、自分の子を任せてもらえるように、うん、コミュニケーションだけでなく、知識もつけて、うんうん、はい、うん、なるほど。獣医師さんからは、こう、信頼できる仕事仲間として見られ、はい。そして、依頼主さんからも、この信頼、心に預けても。 安心だなと思わせるようにそういう看護師になるということですね。はい、すはい。ぜひその夢実現してください。はい。応援してます。今日の夢追い人は大阪エコ動物海洋専門学校動物高度医療科動物看護福祉＆医学療法専攻で勉強している中野しずくさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。